てか俺さ、あのー、自分のお金の管理をするためにさ、あの、法人化しようと思うんだけどさ、名前決めるのめんどくせえから、おめえらが安価で決めてくんねえ、うちの。<laughs> 何がいいかな、なんかおもろい名前にしたいじゃん。ちょっと名前、みんなが決めてくんね。自分で決めるの嫌だから。そう、俺もなんか、ネモしチャンネルかなと思ったんだけど、なんかちょっと、違うなっていう。 それっぽすぎるなっていう。法人化するメリット大あり。大ありです。<laughs> なんか、なんかすごいニコ生っぽい名前つけたいんだよな。ニコ生っぽい名前。しかもみんなが検索したときにわかりやすいじゃん。 どうもえー、なな,なんとか代表加の人事ですって誰でもなれんだろうなんか入れ知りされていや普通に考えて税金の処理とかそのお金がもったいないすっごい一言で悪く言うとあ一言で表すと金もったいねえじゃん税金対策なんかいい名前公募します いい名前。公募するんでよろしくお願いします。はは、じゅんにしよう、じゅん。これよくないじゅん。ううむみたいでかっこいいじゃん。じゅん。じゅんにするわ。ばれねえだろ。じゅん。かっこよくないじゅん。すっげえ言いづらいけど。 めっちゃいいよね皮肉めいててジその名前頂い,いてもいいですか上場目指します俺も上場目指しますみんなも応援してな うちの会社を。<laughs> 株買わせなかった株式会社するわ。株式会社、前株順買ってな。さ俺の雑談がインサイダーに触れる時があるから皆さん注意してください。おい、ちょっとさ来年、来年のさ4月にさ7月にさあ,あ、れやるからよ、って。なんかでかいあれしようぜ、つって。それ、そうしよう。 パクられないように気をつけてインサイザーインサイダー雑談なんか近々近々やろうかななんて思ってます面倒くさいけどねかなり。 投げ銭解禁してイベント資金貯める。毎月100ずつ取れたにイベント資金って。俺なんかそのでかいイベント打たなきゃいけないの。嫌だ。絶対に嫌だわ。ネットで関係させようぜ、めんどくせえから。いやです。加藤純一パーティーし開こうかな。 でもなんか配信盛り上がることやりてんだよな。せっかく10周年だし。なんかいいのないかね加藤純一10周年。いや、株主総会とかいいじゃん。生放送つけてさおい、どう最近調子はつってさ。何俺、あれだけどどうつって。お前らどううちの株は調子いいあれだよ 最近株落ちしま、株価が落ちちまったからさ、とりあえず BSP 渡しとくから何とかしてなーっ,つって。俺がやっぱヒット株主にならなきゃいけないわけじゃん。ここは。とりあえず BSP あのー、渡すから、矛収めてくださいっていう。<laughs> そうしよう。 何株価下がっちゃってるっつって。まあ、しょうがねえよ。だって、おめえ9月にやったくっちゃめの影響だってよっみたいなおめえらガタガタうるせえな。わかったわかった。じゃあ、あれな、あ前川さんは、あれ株10%ぐらい持ってっから、BSP2 個ぐらいやっから、おめえの彼女と一緒に見に来うよ。つって。それでいいそれでいいんだったらやるけど。カンス取られたら、そいつの言う通りで配信しなきゃいけない。それはそれで面白そう。 <laughs> それ全部責任取らせよう。いや、俺は、株主の言うこと絶対なんで、って言って。そうしよう。カードカード合併します。いや、待遇とか別にな、株主優待どうしようかな。一生米火に色つけるとかでよくない 米びに色つけりゃよくないあーこれあれっすよってうちの株主なんだよってそれぐらいでいっぺよそれどういいよね色つけましたっつってさサムネとか作らせりゃいいっしょああれっすよって 優待でいいうちのサムネ考えていいっすよってサムネげせサムネ作らせようぜサムネ上場狙ってくんでうちは順はマジで気合入れてやってくんで一つよろしくただの税金対策じゃないんで上を見てるんで僕は上を見てるんではっきり言って よろしく。<laughs> もっと人増やせ。そういうのが嫌だから、そういうのが嫌だから自分でやるっつってんのに、なんで、わざとそういうことしなきゃいけないのそういうのが嫌だっつってるから、ね、ジャルさんと二人でやって、なおかつ、税金対策も別に、いや、家族とかと一緒にやろうっつってんのに、なんでわざと人増やして、俺がどん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 そいつらの面倒見ていこうみたいな、そんの嫌だから、嫌です。 やだ。<laughs> タイムバンクっていうアプリで加藤純一の時間に値段つけると、ああ、なんかそれ聞いたことある。何分何円って。別に俺の時間に価値はねえよ。時間に。ああいうのって忙しい人がわざわざ時間作ってくれるから、普段会えない、普段会話できない人が出るから、 価値がある。俺別にだって今日だってさ、3時間24分生放送してんのに俺の時間に価値があるとは思えないんだけど。これどうかなこの考え。俺の時間に価値があるとは思えないんだけど、今、今のところ。